川崎重工業ではコンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しているよね。このギガセルを応用することで、航空母艦における艦載機発艦時に使用する電磁式カタパルトに使用できるとの主張を、2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023にてパネル展示したぜ。さて今回はこの大容量電池を、空母の電磁カタパルトに転用可能な件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。DSEI Japan 2023とは国内で開催される防衛関連イベントとしては大規模な防衛セキュリティ総合展示会で、防衛省外務省経済産業省防衛装備庁海上保安庁などの日本の防衛関連省庁の全面的支援のもとに2019年から日本で開催されているよ。今回の DSEI Japan 2023は2019年に続いて2回目となり、防衛セキュリティ産業に関わる多数の企業が前回を上回る規模で一堂に会し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有して防衛装備品におけるイノベーションを巻き起こす場として期待されているんだ。川崎重工業では、グループ企業である川崎モータースが開発して製造販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセルのパネル展示において、航空母艦の飛行甲板から艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトを電磁式カタパルトにする際の電源として、使用できると説明したパネルを展示したね。ニッケル水素電池は、乾電池型充電池やハイブリッドカーの電源として、あるいはデジタルカメラや携帯音楽プレイヤーに一部のノートパソコンの電池などとして広く普及している蓄電池で、川崎重工業が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、これまでにない高速充放電が可能な蓄電池として瞬発力に富む次世代を担う蓄電池だぜ。現時点においては日本国内の路面電車や、太陽光風力発電などの自然エネルギーの出力安定化に役立つ地上蓄電設備として利用されるなどしていて、環境へ十分な配慮がなされたエネルギーの有効利用、CO2 削減などに貢献する地球に優しい電池として期待が寄せられているな。その特徴としてはまず、バイポーラ 3D 構造によって電池のセル容量やセル数を増やせるために大容量化が簡単であることが挙げられているよ。このバイポーラとは、隔壁によって直列に接続される複数の単セルによる構造によって、セルの表及び裏面がそれぞれ正極と負極になる構造のことで、セルの厚みを薄くすることができるほか、断面積の大きな隔壁によってセルを接続させることによるエネルギーのロスを最小限に抑えることができ、モジュール内に直列させるセル数を増やすことができるものだね。さらにギガセルは内部抵抗が小さいため高速充放電が可能なこと、長時間の使用が可能で耐久性が高いこと、環境や人体に影響を及ぼす可能性が高い鉛水銀カドミウムなどの有害物質が使われていないこと、常温で作動が可能なために設置場所に制約がないこと、電池内の電解液が水溶液系のものであるため発火する心配がないことなどが利点として挙げられているよ。路面電車の直流電化区間における地上蓄電設備としては、このギガセルのモジュールを40個直列に接続することで架線の電圧 1500V を満たす電力を得られており、架線の電圧低下時のサポートや停電が発生するなど有事の際に、緊急停車した電車を最寄り駅まで移動させるための電力として用いられているほか、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するために変電所などに設置されているぜ。川崎重工業の提案では空母の電磁カタパルトの電源として使用するには、電圧約 36V で容量 5.4μW ギガセル 30K7 型のモジュールを300個によって 32MW の高出力をできるとして、これらのモジュールを艦内の格納庫のようなスペースを確保してキャビネットに並べて設置するとしているらしい。これによって電磁カタパルト用のための発電用ボイラーを設置するよりははるかに小スペースが実現でき、しかもニッケル水素蓄電池はリチウムイオン蓄電池と違って発火する危険がほとんどなく、
空母が万一被弾したり艦内に火災が発生したりしたとしてもダメージコントロールをしやすくなるというよ。電磁カタパルトはこれまでの主流だった蒸気カタパルトに代わる、エネルギー効率が良い新たなカタパルトとしてアメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められており、2022年時点でアメリカは実用化に成功してニミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母に搭載したんだ。また、中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したとして、2022年6月17日に進水して現在偽装工事が進められている003型空母復権に搭載したとされ、2024年1月時点でその電磁カタパルトから艦載機発艦させることに成功したとしているのであるが、それを裏付けるような動画や画像は公表されていないぜ。現時点ではまだ主流の座にある蒸気カタパルトはこれまでにアメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているね。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合、飛行甲板には4畳の蒸気カタパルトを設置しているが、これらは少なくとも 99.5% の確率で最低でも1畳が稼働できるとされ、洋上の空母においてはこの上なく信頼できるカタパルトなんだ。しかし信頼性とは裏腹の欠点もあり、蒸気カタパルトにおける射出の際のエネルギー変換効率は 4-6% とされ、出力を制御することが困難であるために重量が軽い無人機などを発艦させる際に、出力が強すぎて射出に失敗するなどの失敗が報告されているぜ。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているイーマルスの場合で、設計上では 90% の変換効率を達成することが可能であり、そのため大型で重量がある戦闘機から小型で軽量の無人機まで、多種多様な艦載機をそれが必要とする最適な発艦速度で射出することが可能になるらしい。しかし、これまで電磁カタパルトは大きな電力を必要とすることから通常動力の空母では無理とされ、その膨大な余剰出力から発電力を確保できる原子力空母でなければ搭載は不可能と言われてきたな。そのため中国海軍の003型空母復権も建造当初から電磁カタパルトを搭載するとの情報が出ていたため、原子炉を搭載して中国海軍初の原子力空母誕生となるのではないかと噂されていたのでるが、結局は通常動力型の空母であることが判明し、中国側が電磁カタパルトだと主張しているのも証拠動画や画像が公表されていないことから、本当は蒸気カタパルトなのではないか?と疑う声も多く上がっているよ。電磁式カタパルトの利点はまだあり、発艦させる際にシステムの起動が早く、蒸気式ではボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するために、ボイラーからカタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに蒸気を送り込む際に、熱膨張によるパイプや機器の破壊を防ぐため配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気する必要があるのだが、電磁式ではそのような事前の保温が不要なのも利点だね。また、蒸気式ではボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気が待機している間に冷めて水に戻るのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュムレーターを保温しておく必要があり、そのためにエネルギーロスが発生していたぜ。そして、電磁式の最も大きな利点は発汗間隔の短縮が可能なことにあり、電磁式では45秒で再充電が完了するため、電力が確保されているのであれば理論上は1分で2機が発艦でき、通常で2分に1機の間隔で発艦可能な蒸気式よりも短時間でより多くの艦載機を発艦させることができるってわけだ。このように膨大な電力が必要とされ、原子力空母でなければ運用できないとされてきた電磁カタパルトだが、川崎重工業のギガセルでその電力を賄うことができるとするならば、日本の海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル並走で発艦させることが可能となり、防衛省では今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。